ウクライナ最大の航空宇宙関連企業が中共の支配下に置かれることを防ぐため、ウクライナ政府は中国の北京天橋航空産業、投資有限行使スカイリゾンに制裁を課すことを定めた法令に署名しました。同じ時期にリトアニア政府は国家安全保障上の懸念があるとして、国内の国際空港3カ所に対し、中国最大の空港保安設備メーカー、同胞医師、 ニュークテックの設備の採用を禁止しました。ウクライナ政府は中国国内企業4社と中国人1人に対し制裁を科すことを定めた即日発行の法令に署名しました。3年間を期限として資産の凍結、貿易の制限などが定められたほか、ウクライナ国外への資金の移転を禁止することも規定されています。制裁対象は、天教筆記持ち株有限行使 香港天協持ち株有限講師、北京天協航空産業投資有限講師スカイリゾン、北京新衣鍵集団株式有限講師の4社と中国国籍の男性、王政氏です。新衣集団はその他の3社の親会社で、王政氏は新衣集団の会長兼 CEO です。2014年以降、ロシアがウクライナの領土を占拠し続け、 モトールシーチ社のロシアでの売り上げも減少し続ける中で、王政市の持ち株会社である天京航空がモトールシーチ社の株式を50%以上取得しました。モトールシーチ社はウクライナのヘリコプターと航空機エンジンメーカーで、特殊な航空機用エンジンとその部品を生産しています。同社は衛星や巡航ミサイルの分野に極めて高い潜在的発展力を有しており、

2017年にウクライナ保安庁は調査を理由に北京天協が保有するモトールシーチ社の株式を凍結しました。これに対し中国側はウクライナに対し35億ドルの仲裁案を提示しました。また王政氏は昨年9月23日にウクライナビジネスマンのアレクサンダー・ヤロスワフツキーとウクライナ独占禁止委員会に対し

他们一直在强化太平洋上的第一岛链的这个防御，同时呢，强化印太战略。乌克兰政府对天骄公司和中共的这些航天航空企业的这些制裁，主要呢，我们可以看得出来，它背后有美国和西方国家的影子。アメリカ商務省が1月14日に発表した NTT リストには、北京天橋航空の名前も上がっています。当時の。 ウィル・バー・ロス商務長官は、北京天協は中国国有企業の一つで、外国の軍事技術を購入してローカライズしており、アメリカの国家安全保障と外交政策面での利益に大きな脅威を構成したと指摘しています。中共の这些企业、他是跟军事有关系で、他不仅仅是对美国的国家安全有非常大的な隐患。 他对于其他国家的也同样是存在这个国家安全问题。那么一旦上升到国家安全问题，那就不是光是钱的问题了。他这种做法肯定不止在乌克兰一家，他在其他的地方也是用这种手法呢去入股啊，然后去掌握主动权呢、啊，去渗透啊。反正他是用一切手法，想把这些国外已经发展出来的这种先进的技术呢，掌握到他的手中。 1>, 1月29日に北大西洋条約機構、NATO 加盟国のリトアニアは国家安全保障上の問題があるとしてリトアニア国内の国際空港3カ所に対し中国の保安検査設備メーカー最大手の同胞医師ニュークテックの設備の導入を禁止しました。リトアニア議会国家安全国防委員会は同社の安全検査設備は乗客や荷物のデータを収集して 中京政府や情報機関に提供する可能性があると指摘しています。NTD ジャパンがお伝えしました。